ナンバーアイ、ヒラノシオウ、ジングウジユータ、キシユータがの香水、ガリーブラ、の広告で、クールでセクシーな自由の物語を表現。日本の注目を集める若手俳優、ヒラノシオウ、ジングウジユータ、キシユータによるユニット。 ナンバーアイナン i ーア i が世界的なファッションブランドイブ・サンローラン YSL のフレグランスリーブラの広告キャンペーンに登場し雑誌オウック・ジャパンの公式サイトで公開された動画コンテンツが注目を浴びている。本記事ではナンバーア i がリーブラという香りを通じて表現する自由に焦点を当て その背後にあるストーリーや新たな挑戦について紐解いていく。Y.S.L. の香りで自由の香りまとうナンバー・アイ。ナンバー・アイのメンバーである平野市要、神宮寺ゆ太、た、騎士ゆうが Y.S.L. のフレグランス、リーブラの広告塔として抜擢された。この香水はフランス語で自由を意味する名前を冠し、マスキュリンとフェミニンを融合させ、ジェンダーレスで、 特別なオーラをまとう、クールでセクシーなフローラルラベンダーの香りが特徴だ。リーブラは自由という概念を全面に押し出し、自分らしさを大切にする現代の若者たちに向けて発信された。ナンバー・アイはそのメッセージに共感し、自身のキャリアや人生においても自由な精神で前進し、挑戦し続ける姿勢を表現している。 香りの表現とその背後にあるストーリー。リーブラの香りはマスキュリンとフェミニンの要素を見事に調和させ、ジェンダーレスかつ特別なオーラを放っている。クールでありながらセクシーで魅惑的なフローラルラベンダーの調合がナンバーアイの力強い全身と挑戦のスピリットとリンクしている。 この香りは、単なる化粧水ではなく、自分自身を表現する手段として捉えられている。ナンバー・アイはインタビューで、自由には無限の可能性がある。飾らず、素直に、自分らしく。僕は自由に新たな物語を綴ると語っており、香りがその物語の一部として役立っていることが伺える。クールでアイコニック、そしてドキリとするセクシーさ。 リーブラの広告コンテンツにはナンバーアイのクールでアイコニックな一面が際立っている。彼らは香りをまといながらも自分たちらしいスタイルで力強く前進する姿勢を見せており、それがこのフレグランスのコンセプトと見事に調和している。特にセクシーな要素も際立っており、そのセクシーさはドキリとするものがある。 香りだけでなく、視覚的な要素も融合して、ナンバー・アイが持つ個性と、リーブラの持つ絵ジの効いた雰囲気が一体となっている。新たな挑戦を語るインタビュー。ナンバー・アイが広告党を務める、リーブラにまつわる動画コンテンツには、彼ら自身の言葉で綴られた新たな挑戦についてのインタビューも収められている。 これにより、ナンバー・アイ・ガカオリを通じて伝えたいメッセージや、彼らが直面している新たな舞台についての洞察が得られる。平野の仕は、自由に新たな物語を綴る、と述べ、これまでのキャリアにとどまらず、未来への展望や、挑戦に意欲を燃やしていることを示唆している。神宮寺ゆうタも、自由なきらめきを大胆に表現、と語り、リーブラ、 とのコラボレーションを通じて新たな一歩を踏み出す決意を示している。岸優太は、クールでアイコニック、ドキリとするセクシーさに言及し、これからもファッションや芸術の世界で自身の表現を磨いていく姿勢を示している。このようなインタビューを通じて、ナンバー・アイがリーブラというプロジェクトにどれほど真摯に向き合っているかが浮き彫りになる。結論。 ナンバーアイの自由の物語。ナンバーアイが YSL のフレグランス、リーブラの広告塔として登場し、香りを通じて自由の物語を紡ぎ出している。この香水は単なる匂いではなく、自己表現や挑戦の手段として位置づけられている。ナンバーアイのメンバーそれぞれが、 クールでアイコニック、そしてドキリとするセクシーさをまといながら、自由な精神で前進し、未知の領域に挑戦している姿勢が、リーブラとのコラボレーションを通じて見事に映し出されている。この香りの裏には、彼らの新たな物語や挑戦への意欲が込められており、ファッションと芸術の境界を超えたエキサイティングなコラボレーションが誕生している。